政党幹部、いわゆる大物政治家が応援に入る選挙戦です。まずは衆院選からお伝えします。長野1区には今日石破総理が遊説に入りました。三つどもえの戦いは序盤から火花を散らす激しい選挙戦となっています。午後3時前、長野駅東口前の公園です。演説をしていたのは自民党前職の若林健太候補です。自由民主党、政治と金をめぐる問題で不祥事を起こし、そして不信を招いたことによって大逆風、私自身が長野県のすべての逆風を受けているような、そんな厳しい戦いを語る中、ちょうどそのタイミングで現れたのは石破総理。本当はもっと近くで話をしたいんです、私は。ですが最近本当に物騒な世の中になりまして、警備がきつくなりました。総理来見、陣営の発表で集まった聴衆はおよそ1200人。地方から新しい日本を作る国、そういう国を若林健太さんと一緒に作るために、皆様方のお力を、大変厳しい戦いではありますが、若林健太、お与えをください。石破総理が演説した長野駅東口公園とは駅を挟んで反対側、日本維新の会新人の若狭清さんが街頭演説をしました。政治家が政治家でないから、政治家になってるから、政治と金の問題や言ったことに対して何の責任も取らない、結果責任を負う政治をやらせていただきたいんです。私が言うことは責任を持ちます。この日は維新の柴田巧さん議員が応援に駆けつけました。初日2日と、もういろんな方たちと挨拶させてもらったり、新しい風で入れなきゃダメだっていう声を、本当にもともと決めてたところを石破総理がいらっしゃると聞いて驚いてますけど、気負いせずこっちの思いを伝えていこうと思ってます。街頭演説の後は駅前を歩き支持を訴えました。立憲民主党前職の篠原崇さん、各地でミニ集会を重ねながら支持拡大を目指しています。自民党得意の改正しているようでいて改悪で、ループホール、抜け穴だらけの法律を作っている。3日目を迎えた選挙戦については、皆さん関心は高いです。特に今回は頑張ってくれと、この前総選挙で敗れたけど、こんなこと絶対ないよと。街頭では政治と金の問題を取り上げます。違う政党が政権を取って、そして直せなかったらできないというのが、それが原点なんです。でその機会が巡ってきた。だから他の人よりずっとこれにかける情熱はなんていうか高いというかね。この日の昼食は験を担いでカツ丼を平らげました。